名門タコ西応援団、あ、間違えた、ダンジョンクロールストーンスープ日本語で解説していこうのコーナーが始まります。このローグライクゲームをやっておりました。魔法使いディープエルフのファイアエレメンタリストオブベフメットでやってたんだな。おし、やっていきましょう。じゃあ獣の最下層に今日は行ってみよう。で、装備だが、はあ、はあはあはあ、はあ、今リングオブファイヤーとスタッフオブファイヤーでファイヤーの魔法をめちゃくちゃ増強してるんでしたね。これがここまで意味をなすのかっていうところが問題だ。まあそれだったら一本これ耐性もあるので、指輪を、いや待てよ、これは武器の方だな、武器の方にしよう。デックスとか変わるからね。こっちでいきます。魔法の威力は下がるけれども、それでも十分強いと思います。こちらで参りましょう。ああ、まあ、まあそうだな、これでいきますか。よっと、お、ああ、ベフメットの進行値が時間経過で下がっちゃいましたね。よい、めちゃくちゃ食らったな。ちょっと今モンスター多かったんで違うとこ掘ります。ベフメットの進行値は私の体感なんですが、やたら上がりにくい印象がございます。多分ね、これ俺が悪いというか、あの魔法使いの戦い方が悪いんだと思うんだよね。一回一回 MP を回復する足踏みをしている分、時間経過がしてしまって神様の進行値が下がっちゃう、そんな感じなんだと思います。さて、ういうい、よし。いやー、ちょっとどの階段もモンスター近くにいてやりづらいっすね。ああ、頑張りましょう。ここは着火させて逃げると。モンスター重なってるんだったらファイアボールを打ち込んでやりましょう。オッケー。スキルどうですか。あ、全然いいね。魔法、魔法全然いいわ。いや、だからこれ近接上げてんだな。アーマー6十分。メイス&フレルス頑張るか。もうちょっと、もうちょっと頑張るか。じゃあエボケーションス、もうちょっと杖をな、上げていきましょう。この後どんどん杖は出てくるはずです。ここ戦いやすいので頑張ってここ使っていきましょう。よいしょと上げて、一本道で着火させて、薬がね、薬って体力順で、 体力の順番で体を入れ替えてくることがあるんですよね。そうなったら一旦体を入れ替えるので、ターン経過してこう私の方に一マス分空間ができます。一歩奥に私が踏み込めるんですね、逃げれるというか。そうしたらファイアボールを打ち込んでやると、そんなことが考えられます。ああ、このパターンか。ここに多分ですね、あのモンスターがいます。古典的なマップですね。さあ、やることは同じです。この辺りでうまいこと戦っていくんだが、これ今、あのここにレイスがいましたよね。レイスはこの階層では出ないので、ジョセフィーンというあのバカスケがいるな、多分。あの、ユニークモンスターが多分いると思います。ちょっと気をつけていきましょう。今並んでいてやりやすいかなと思うんだが、まあ、ちょっとファイアボールを打つのはちょっと怖い。こっちから行きましょうか。あ、ヒドラだ。まあこう、もうファイアボール打ち込んでみましょう。ボンボンと音出ちゃうけどね。今ファイアボール打つ決心したのは、ここダンジョンのかなり減りなので、まあそんなにモンスター来ないだろうと、そんな予想です。またヒドラだ。わーい、ヒドラだ。足止めして、よいしょと。よし、死んでくれましたね。でやっぱりモンスター来ますね。お、フルミナントプリズムを教えてくれましたが、まあとりあえずはいいでしょう。ベフメット、これは覚えなくていきます。眠りのシープ、こいつは強いんだが、あの他のモンスターと絡むと厄介なので倒していきましょう。
居眠りさせてくる、ラリホを唱えてくるんだが、大丈夫ですね。なんとかなりました。お、エンチャントウェポン、いいですね。アーティファクトはエンチャントすることができません。修正値固定です。うわ、うわ。ちょっと待って、ピックがいるな。ピックがいるってことは、キルケイがいるな。そしてその前にヒドラがいますね。あー、こういうのが良くないですよね。今のが突出しすぎましたね。キルケイここに、この辺にいたのに、突出しすぎたので、こう、タイロの方からキルケイが来ちゃったと。そんなパターンですね。はー、どうしましょうか。ファイヤーの体勢あんだっけ？ファイヤー2本立ってんのかな。ファイヤーの体勢があるんだったらイモレーション試してみましょう。爆弾にします。画面内のモンスター全員を爆弾にするんですが、で、ここで、ここかな？ここで、よしよし、うまく誘爆してくれました。敵モンスターを殺せば爆発してくれると。ヒドラも来てるね。ポーションもヘイストも見ます。ちょっとく、あー、待てよ。これは、こうだな。ここで、麻痺ってる豚を起爆剤に爆発させます。これでヒドラもダメージ食らってくれるだろうと。いいっすね。ちょっとダメージ頑張って踏ん張りますよ、これ。よし、なんとかなった。で、もう一回ファイアボールをここで打ちます。ボンボンと。もう一回。これで死ぬだろう。ボンボンボンと。あー、なんとかなりましたね。なんか炎のマジシャンっぽくて、いい感じです。そしてかなりいいローブをゲットしましたね。これこっちで行ってみっか。これいいわ。これレザーアーマーよりもいいわ。なんだこのダサいローブは。もう。パジャマみたいの着てんな。まあちょっと魔女っ子っぽいからいいか。なんだこの色のローブはもう。キルケイはさっきやってこなかったんですが、私をピックにするような魔法を唱えてきます。気をつけないとね。豚さんになっちまう。あつい。くそ、カニか。ピックになった。変化で厄介、火を吐いてくるので厄介だったので変化したらカニになりました。ジョセフィンいますね。さあ倒すぞ。まあこれもうファイヤーボール連発でコクッパと対戦するマリオみたいな感じのノリでいきましょう。そいっ、倒しました。でジョセフィンはこのレイスを連れてるんだよな。お月のレイスも倒していくぞ。おーりゃ、 OK です。今見てください、ベフメットなんですが、残り 5MP しかなかったところ、敵モンスターを倒すことで MP が回復して、また後ろからやってきてるヤクに攻撃をすることができます。ただここはちょっと厳しいので上に上げて1対1で戦うシチュエーションを作り出して倒しました。本当にベフメットは粘り強く戦う能力を授けてくれます。もう魔法の連続もこう届くからね。ファイアボールポキュポキュってこうやって届きますんで、マリオみたくな打っていきましょう。このレイスのお尻の穴の中でファイアボールを爆発させて大ダメージを与えていく。 OK です。じゃあ最後、ここが特別な、場所になってます。ここね、あ、 まずこいつがいるな。よし、倒した。あ、なんか無脊椎動物がたくさんいるマップなんですよね。でここドラゴンが寝てますんで、ここは無視、一旦無視。もうちょっと炎の攻撃に今耐性のあるモンスターなんで、あのドラゴンはな。だから炎の耐性がのじゃない、炎の耐性じゃない魔法、それを唱えられるとようになってから取りに行きましょう。お金はねたくさん今ありますから。でここなんですよ、ようやく、メフィティッククラウド、これを使いましょう。ご覧ください、悪臭のガスを出して敵を混乱させるわけですが、このホーネットは非常に速くて毒攻撃もしてくるんですが、実は毒に弱いと。
ということで、ホーネットを毒に侵しておいて、で、まあ、着火させてやればどっかで死んでいくわけだな。こんな感じで釣り出しつつ戦っていきましょう。いや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 、リンドブルムかいーっつって。こいつね、ファイヤー耐性ありそうで、ファイヤー耐性ありそうでないモンスターナンバーワンなんだよね。ということで、なんとかしていく。ここだな。メフティック・クラウド。ワームは、毒耐性があるから、メフティック・クラウド食らわないんだけど、ホーネットをね、こうやって散らすっていう、ワームと一緒に突っ込んで来させないようにするために今、振る舞ってます。で、しっかり MP を回復して、またホーネットを倒しに行きましょう。うわ。よくないね。ごめん。今のプレイはよくないです。あれ？こいつ毒耐性あったの？ないの？ないんだね。あ、ごめん。すみません。嘘言いました。この辺毒耐性ないです。混乱するんだな。じゃあ、ぶん殴りましょう。よし、倒した。着火して倒すと。リンドブルームが来てるけど、ここももうファイアボールでポキュポキュって俺ポキュポキュ言うの好きなのかな。さっきからたくさん言っちゃいます。おお、もうファイティングメイサンドフレス頑張ったね。オッケーです。そしたら何上げてっかな。ドッチングでも上げてみっか。うん、じゃあ、まあ、あとはスペキャだな。なん困ったらスペキャ上げてみましょう。で、今コンジュアファイアが低いわ。ダメだ、これ低い低い。そしたらエボケーションス10までいったら随時魔法また上げていきましょう。後半戦お今はいい感じのローブが出たからそちらを装備しておりますが、後半戦鎧とか装備もしたくなってきます。したくなってきますというか、する必要性が出てまいりますので、そのために重い鎧を着込むことができるように、スキルを伸ばしていく。また、後半の高位のファイヤの魔法、あるいはコンジュアの魔法に対応するために伸ばしていく。いいですね。モンスターたくさんいますね。この辺り釣り出していくと。お、よし。あれ、ホーネットが、この刺しましたね。タイラントリーチ。そしたら、タイラントリーチが麻痺したと。そんな感じになっております。おいしょと。ジャイアントスネイル、これ多分設計者の考え方なんですけども、足の速いホーネットと鈍足状態にさせてくるジャイアントスネイルを同時に配置することで、こう私をな殺そうとしてくるわけだが、今みたいにうまーく分断できましたね。ホーネットとジャイアントスネイルを分断できれば、まあ攻略もたやすくなってくると。これいいアイテムが多少落ちてるはずなんだが、もういいアイテム全然落ちてねえな。もうどうなってんだって話だ。 OK です。で、このドラゴンはさっき言った通りファイヤーの耐性2本ありますから、後回しにしましょう。さあ、獣の住処で一回り成長した魔女っ子ですけど、次は多くの行動に潜りましょう。まだ時間あると思いますので引き続きやっていきます。ちょっとアイテム整理しましょうか。トワミとか使わねえな、これ。多分置いてきます。この、リング・オブ・プロテクション・ファイヤーもとりあえずいいな。まあ、ちょっと迷うけど。いらないアイテムって、すぐ使わないアイテムは置いてってます。よし。じゃあ行きましょう。オーキッシュマインス、多くの行動に行きます。入りました。近くだったね。あ、ハンドワックスオブディストーションやばい武器持ってるやつ。接近されないように倒しました。ここは入り口なのでちょっと音小さめで戦いたいところです。最初からインナーフレームとかファイアボールとかを使わないようにしていく。お、巻物屋いいですね。ほうほうほう。テレポ、マジックマッピング、エンチャントアーマー、この辺り買っときましょう。今モンスター来てますけど、グミ打ちで戦ってます。よし、王子のグミ打ち戦法で倒してってます。お、いいんじゃないですか。防具ショップ、
今はブーツが何もついてないやつだから、これ装備して買ってみるか。よっと。どうですか？ああ、いいですね。ペアオブブーツオブステルス。修正値も上がるので、こっちで行きましょう。今はまたグミ打ちしてますからね。いかん。こういう時ミューフィティッククラウドこうやって打ってやると、まあ、オークたちも混乱して足止めになると。ちょっと違う方向から敵モンスター来ちゃってるね。あんまよくねえな。ここももう一回ミューフィティッククラウドと混乱させましょう。これで来るモンスターを制限すると。で、倒すと。うん。エボケーションス 10.0 いいだろう。そしたら根性は鍛えるか。ドッチング7まで行ったらファイヤーを鍛えますか。またこの変の突っ張りでどんどん打っていってます。で、大体手前にモンスターがいると奥にもいると。そんなことになってますね。で、こうインナーフレームかけてやって、ここでボボンと爆発させて、火柱を出して足止めさせて、倒していくと。さらにこれインナーフレームをこいつにかけてやってよ。で、ここでボボンって言って倒すっていう作戦もあります。これ強敵相手にはこうやってやる。例えばユニークモンスターと雑魚モンスターがうまく絡んだ場合なんかは今みたいな振る舞いをすると、まあ大ダメージを与えられると。ただ基本的にはほぼもう何も考えずにこう、フォックスファイヤーか、こう、ファイヤーボールを打っていけばそんなにこう、困ることはないかもしれない。ここも雑魚ウォークにフレームがかかると非常にいいんですけど、ボボンと。で、こうやってかけといて、ボン、爆発させると。ああ、来ましたね。オークのナイトにうまいことかけることができました。いいでしょう。そしたら、クラーレティップドの、これ、ああ、当たんなかったね。一回そしたら、こいつを爆弾にしてやってよ。で、来たら、ここで、やつを倒して、ドンドンと。こうね。危ない。逃げるぞ。ちょっとモンスターの数が多いね。一旦逃げまーす。MP しっかり回復して降りて、どうせここにいるだろうって言って撃っていってやりましょう。OK。ドッチング7。じゃあ止めて、またファイヤー上げていきましょう。スペキア根治はファイヤーばっか上げてるけど、まあいいでしょう。ほとんどこれ魔法得意だっていうのがわかりますよね。エアマジックだけ普通と。まあ、闇エルフだからな。エアは苦手なんだろう。苦手っつっても普通に詠唱できるからね。普通か。苦手ではない。ここも、いや、もうちょっとザコウォークをさ、こうザコウォークを絡ませて、こうだな、ボボンと。いいっすね。あ、突っ込んでくるね。突っ込んでくるんだったらファイヤー、こうやって大ダメージを与えてやると。死ぬだろう。で、ここもザコウォークをファイヤーにしてやって、これでボボンと爆発させて大ダメージを与えていくと。こんな感じでうまくインナーフレームを使ってやると、大量に敵モンスターを倒すことができる。で、大量に敵モンスターを倒せば倒すほど、うまいことベフメットが MP を回復してくれると。そんな寸法になっとるわけですね。はあ、まあ2回総目見てからこのリングとかちょっと買ってみましょうか。では、あ、まだあったね。まだ未探索の部分がありました。さあ2回総目、ここには多くの何やら砦か何かがあると思いますんで、頑張って探していきましょう。あんまり広いところに突っ込んでいかないようにしましょうね。で、隠密で戦うと。特に最序盤、階に降りたすぐの時は、隠密で戦っていくよと。あとは、その、2階層目っていうのは何種類かのパターンから、階層が選択されますので、最後の砦みたいな部分ね。そのパターンを掴むと。セントールが多いパターンだなとか、オーガが多いパターンだなとか、
何種類かあるんですけど、それを当たりをつけていきましょう。もうザコークぐらいやってこれ倒せますからね。ういっつって、よし。なるべく壁に手を添えながら壁際で戦っていく。もうあのファイアボール打ってくださいっていうようなフォーメーションだよな。打とうぜ。もう音出しちゃいます。ひゃー我慢できねえ、音は出すぜっつって出していきましょう。大丈夫そうだね。モンスターわらわらーっと来てません。でこのファイヤーマジシャン、ある程度広いところで戦っても割となんとかなったりします。敵モンスターがちゃんと一方方向から来るっていうか単独で来るように振る舞ってやればきっと大丈夫。あ、来ました。これ覚えたかったんですよ。エアストライク、これは覚えます。これ今法なんで、ファイヤー魔法じゃないんですけど、これ覚えますよ。これは覚えます。でエアーを覚えていきます。これエアー安定させればすぐ唱えられるので、おりゃ、うん、どうする、なんか止めるか。そしたら何止める。ファイヤーだな。ファイヤーはいいや。これはいい魔法ですよ。バギみたいな魔法なんですけど、これ途中の遮蔽物とか無視して一体選択でこうやってポコーンって魔法打てるんですよね。これはいいですよ。後で使う場面たくさんあると思います。特にね、どうしても特定の敵にとどめを刺したい時とか、そういう時に使います。今回あれだな、若干モンスターが漏れ出てきてるけど巨人族の多いパターンかなと思います。トロルレザーアーマー、これ今落としましたけど、トロル死んで、これ意外と悪くないですよ。これあの HP リジェネレーションかかるので、装備として優れてます。で軽い鎧なので魔法の炎症を妨げないのでかなり向いてます。ちょっとね、ここはね、あの石投げられてるから接近しちゃいます。おりゃおりゃ、OK、これね。で今はあのいい防具揃ってるしリジェネレーションもかかってるのでトロルレザーアーマー装備しませんけれども、これあのかなりおすすめです。トロルレザーアーマーか、さっきのあのスワンプドラゴンスケイルスで毒耐性立てるか、このあたりが重さ的にあのバランスのいい鎧になってきます。魔法使いでも装備できる鎧、トロルレザーアーマーかスワンプドラゴンスケイルス。まあ慣れ、呪文の炎症上がってきたらもっと上でもいいんだけどね。いや強いモンスターだったんでボンボンとファイアボールで倒しちゃいました。エンチャントアーマーの巻物で修正値を上げて稼ぐことができるんですよね、その鎧って。それがいいところです。次アイロンショット、これも覚えたいな。ちょっと待って覚えるわ、アイロンショット覚えられます。 16% 失敗率、7スペルスレフト、いいな、覚えます。ちょっと、今だんだんスキルが分散してきてしまいましたけど、あれだな、ファイヤーアース、ちょっと今これあのエアマジックは2でいいな。エアストライクいいな。これで威力めちゃくちゃ低いけど。めちゃくちゃ低いな、威力。ああ、ちょっと待ってよ。そしたら何あげるかな。この魔法使いって何あげるかすごい迷うのが楽しいところなんですが、逆に苦しみも生まれてしまう。じゃあ、スペキア13まで上がったら、スペキア止めましょう。アイロンショットって非常に強力な魔法で、ストーンアローの上位互換なんですよね。で、ストーンアローもいい魔法なんだが、アイロンショットの方が正直助かることが多い。ここちょっと音うるせえかな。大丈夫かな。やっぱ巨人族がたくさんいるパターンでしたね。徐々に釣り出して倒していきましょう。やべ、マジシャンがいる。あいつ強いんだよな。おりゃおりゃ。 MP の管理しっかりしましょうね。夢中になってやって MP 切れになったら元も子もありません。
でもいいですね。結構かなりこうモンスターも多くて経験値はたっぷり溜まっていく感じ。いやー、このベフメットの射程が1本長いのめちゃくちゃ役に立ちますね。このかゆいところに手が届きます。画面のキワキワにファイアボール打ち込めるのはベフメット進行ならではですからね。こう気持ちいいですよね。先っちょ先っちょ気持ちいい、よく言うセリフです。いや、ほんとこのキワキワに打ち込めるの気持ちいいっすよ。これはぜひね、皆さんもぜひ体験してみてください。ね、これ、何したの俺これ。テレポートトラップな。はいはい。じゃあ、とっとと、こっちもテレポートと逃げるぞいっつって。ところがよ、これここに打ち込んでくださいって言わんばかりの空間があるな。おりゃ。よし、逃げれた。OK。強えな。トロル一発で倒したぞ。あとで見ましょう。ブリンキング、あ、これ買っときます。ブリンキングが即買いでいいわ。おいいっすね、いいっすね。ちょっと待てよ。ああ、いいよ。あ、バックラーね。お、ブーツとかもあります。あ、そして、無知の大盾。今回のプレイはやっぱり知的なプレイを目指していきたいから、無知の大盾はな。これ見て、このキワッキワにこうやって打ち込める、こう気持ちいいな、これ。バーンつって。ここバーンつって。雑魚がよーつって。食らいやがれ。いやー、気持ちいいよ、これ。もうこれやってたらね、もう、割とね、中盤の終わりぐらいまでこれでいいからね、ファイアボール、キワキワ打ち込み作戦で、大体なんとかなってしまう。ただ、騒音が発生するので、階段降りてすぐはやんない方がいい。お、いいね、ファイアのお店。お、はいはいはい。アイロンショット安定したね。アイロンショット威力なもう26。うん、OKOK。ちょっとしばらくもうちょいこれあげる。おり。よし。おりゃ。もう気持ちよすぎてファイアボール連発状態になってるわ。いいですね。なんかこれあれだったね。あの特別なマップだったんだ。メフィティッククラウドでインナーフレームかけてやってフラフラっと歩いたところで、これよし来た。これでボボンと。いいですね。よしと、出会い頭にファイアボールを打ち込んでやると。ちなみにイグナイトポイズンなんですけど、この状態、ガスが出てる状態でファイヤーをイグナイトポイズン唱えると毒が炎に変わります。そういう魔法なんですね。なんか使い道が結構限られる、割とマニアックな魔法だなと。じゃあ最後買い物して終わりましょう。なんかいいアイテムが結構出たような気がしますよ。バックラー装備する目はあるよ。あとこのリングメールのアーティファクト、これ買ってみよう。せーのドン。このリングメールは大したことなかったな。ちなみにリングメール装備するとどうですか。17-14、かなりいいですね。魔法の影響もほぼ妨げません。悪くないと思います。リングメールぐらいだったら装備できるだろうという目が出ていると。プラス2バックラー、これ全然悪くないね。バックラー鍛えるか。シールドなんですけど苦手だけど、バックラーはこのスキルを4まで上げれば、呪文の詠唱を妨げません。だからすぐです。4までだったらすぐ上がるので、上げちゃうっていうのは手です。今プラス2バックラーか。大したバックラーじゃねえな。なんか耐性とかつけばよかったんだけど。でお楽しみ、ここにブーツがありますね。これ買ってみましょう。あとはダメだな。プレートアーマーとかのアーティファクトもあるけど、プレートアーマー装備できない。重すぎて装備できません。前回か前々回見たチェーンメールより重いからね。ブーツどうですか。ああ、いいブーツじゃないですか。まあ、修正値下がっちゃうな。デックスプラス6いる？ちょっと装備してみっか。よっと。
ああ。まあまあ、悪かないけど良くもないわな。うん、どっちがいいかな。まあ、こっちで行くかな。いや、DEX6 は熱いけどね。まあまあ、とりあえずまあ、とりあえずはステルスで行きましょう。ここか。あと、グローブのこれね。あとはヘルメット。どうすか。グローブオブデックス。あ、悪くないね。じゃあ、待てよ。まあ、まあ、クラス下がるな。まあ、仕方ねえな。こっちで行きましょう。あとは、ヘルメットオブインテリジェンス。これはいいね。ハットから変えます。なんかちょっと、かっこ悪くなっちゃったけど、魔女っ子感なくなっちゃったけど、許してくれ。なもんだな。オッケーです。じゃあ、一旦切りましょう。獣の住処に行って荷物を整理して終わります。いや、ちょっと魔法棒はロマンなんだけどな。魔女っ子なんだから魔法棒装備してなんぼだろうって思うんですけど。とりあえずこのブーツも置いとくぞ。鎧もね、置いときます。なもんでいいな。じゃあ一旦切ります。この辺で焦点お開き。